こんにちは、えー、こちらに来られて非常に嬉しく思います東京に来るのはいつも嬉しいことです世界でも最も好きな都市の一つです今回の今年のこのネイジイベント非常に楽しみにしておりましたのでまた来ることができて非常に嬉しく思います日本はファイドのイノベーションの中心的なハブということで長く 重要な存在ですそしてファイドジャパンあのワーキンググループの皆様のご協力に改めて感謝いたします昨年のセミナーにいらっしゃった方手を挙げていただけますか何名かいらっしゃるようですねそれはその前の東京でのファイドセミナーに出られたことのある方いらっしゃるでしょうかありがとうございます今回は第10回ファイド東京セミナーということで大変記念碑的なイベントになります昨年は なかなかできなかったのですけれどもコロナ禍が,やかが収束したということで再び、えー、皆様の多くにお会いできてうれしく思います。で、えーえー、そして、えー、今回また海外ご応援者例えば Google ググのクラッシュアンブリアンサーファイドツーテクノワーキンググループのチェアパーソンそして商業化の重要な役割を果たしてくださっている方それからケレンちゃんイージッシャーから。 ディレクターとしてファイト・台湾フォーラムのチェアそしてドナルドキックトックからも来てくださっている海外からのゲストもお迎えできて非常にうれしく思っておりますそしてオドリー・タン台湾政府からの事前録画そしてアマゾンのマイクソンさんの事前録画も後ほど上映されます <laughs> ファイト・アライアンサー初日から 一元的に保存された共有秘密への依存から公開鍵のアングを使用し消費者が文字通り毎日指先に持っているデバイスを通じて認証できるモデルへと市場を変革することを目指してきましたよりシンプルでより強力な認証ですよりシンプルでより強力であるより堅牢であるこれはどちらも成立しなくてはなりません多要素認証があまりにも使いにくいということであれば 顧客はそれを選択しないでしょう、また従業員も回避策を見つけるでしょう。だからこそ、ファイドアライアンスはユーザビリティとユーザーエクスペリエンスに非常に力を入れているのです。このビジョンがファイドの使用によって2014年以来反映されてきています。最初の UAF と U2F のプロトコルのリリースがそれをもって行われました。そそしてその後ファイド2 が2019年に最終化されましたしかしそれらをもってしてもまた非常に活発に導入されていますけれどもユーザビリティにはまだ改善の余地があると考えておりますですので私たちはパスキーに最近取り組んでおりますではファイドはどのように機能するかを改めて見てみましょうファイドの仕組みの中核にあるのは認証機です こちらはそのコンセプト、そして物理的にユーザーのデバイス上に存在します。最も重要なことは認証機がユーザーの秘密鍵を保持するということです。一つの秘密鍵が1つ1つのアプリやあるいはサービスに対応します。そして対応する公開鍵はウェブサイトのサーバー上にあります。でもちろんパスワードとは異なり 公開鍵には何の価値もありません。ですから、ハッカーがサービスから公開鍵を盗んだとしても、皆様の公開鍵をハッカーが盗んでもそれを持って何かすることはハッカーにはできません。それがパスワードとは異なっている点です。そして、ユーザーはその後認証機に対して自分自身を認証する必要があります。ローカルで所持要素。 例えば生体認証、デバイスのピンコード、あるいはセキュリティのタッチなどを通じて認証する必要があります。そして、えー、認証機によって有罪ーーが認証されますと、キーペア間に完全に暗号化されたチャレンジ・レスポンス通信が行われます。パスワード、そしてサービスに対するユーザーの認証が行われます。パスワードとは異なって人間が読める共有秘密はネットワーク経由では送信されません。ですので、リモートで拡張性ある攻撃を防ぐことができます。 ファイドがまたさらに最近導入しましたのはファイド2の新しい実装の方法ですたと、すなわち秘密鍵は OS またはクリデンシャルプロバイダーのクラウド間で安全にシンク、同期する機能。 を持つことになりましたこれらのシンクパスキーは各デバイスでの再登録を必要とすることなくユーザーの全てのデバイスですぐに利用できるこれがパスキーの優れた点でありビジョンですそしてパスキーはファイドのこのや 1> 1年間昨年12年月からの1年間の重要なテーマでしたそしてこれはまさに変革の一つであり2023年はパスキーの年となったと言えると思いますではパスキーとは何でしょうか私たちの作業,作業上のパスキーの定義というのは パスワードなしのファイドの詳細についてもう少し詳しく知りたいという方に関して申し上げますとシンクパスキーとデバイスにバインドされたパスキーを区別することができます。後者のパスキーはセキュリティキーやその他の専用ハードウェア UAF プロトコルを使用するネイティブアプリに格納されることが多いのです。そして最適なパスキーエクスペリエンスのためにはディスカバリーラボルクレデンシャルを活用できるということがかっ

ここに掲げているようなブランドまたさらに追加して12ほどのパスブランドが消費者をパスワードからパスキーへと移行させていますもうパスキー対応をしている組織企業数を追跡できないくらいですそして1年前には信じられないほどの進歩がもう起こっているのですがまだまだやるべき仕事がたくさん残っていますということで今本当にパスキーに関して こちらでご覧いただきますように、急速な普及があっているということで、大変な展開があります、Google のアイデンティティとパスキーのリーダーも言っていますけれども、もう数十億のユーザーが、Google サービス、例えば Gmail を使うために、パスワードなくパスキーを使ってそれを行うことができるように。 できるのです Google アカウントを持っていらっしゃってパスキーを持っていらっしゃらない方は、G.com スラッシュパスキーに行ってください。そして、急速、さっさと迅速に登録をすることができます。そしてこれは本当に、試算をしてみたところ、70億という数以上のアカウントがパスキーにすでに登録、対応しているということが分かります。これは基本的に地球上の1人当たり1つのパスキーが使われているということになります。 そして、パスキー対応を発表している主要なサービスプロバイダーの数もどんどん増えております。ということで、これだけの驚異的な導入が行われているというのは、ファイドのテクノロジー、ファイド2の基盤が非常に堅牢で強力なものであるからです。モダンなデバイス、ウェブブライザーもすべてファイドの認証に対応しています。サーービスプロバイダーたちは パスキーを使うという選択肢を安心して自信を持ってユーザーがそのテクノロジーを活用していただけるという自信を持って提供することができるということが意味されています。さてファイドは 最初の実装からビジネス上の利益を提供しています、そして同期パスキーはその能力を完全に大きな規模で解き放ちます。いくつかの例を紹介いたします。ニュージーランド航空はパスキーを活用して高いオプトイン率、そして大変成功していて、サイン時間が約5分の1に短縮しまた、カート放棄が50%減っている。 など大きな成果が上がっています。またコールセンターとサポートコストも削減されています。それから先ほどグーグルの話を申し上げました。グーグルのとデータも素晴らしいものです。サインイン、ログイン成功率はパスワードの4倍、しかも半分の時間だということであります。 ですので、もっと多くのアクセスがもっと早く実現しているということで、これはやはりオンラインサービスを消費するもの、誰にとっても魅力ある価値提言と言いましょう。メルカリからは後ほど代表の方から詳しく聞きますけれども、SMS の OTP よりも多要素認証の改善としてパスキーを使っていらっしゃい、サインインの成功率が大幅に向上しているということです。また、いや、 従業員に関してもファイドは幅広く使われています。ファイドベンダーハイパーと、またアナリスト企業フォレスターによるこちらの調査によりますと、300%以上の ROI がパスワードの使用率の大幅な削減によって実現しているということです。そして、人々はパスキーに関心があると言えるでありましょう。ニュージージランド航空 の成果の数字を見ただけでも、これは同社は最も最近に導入を始めたユーザー企業なの、対応企業なのですけれども、これだけもうすでにこういったデータが出ているということは本当に驚異的です。2023年の オンラインオーセンティケーションバロメーターの調査では半数以上の消費者がパスキーを認識していることも分かりました。また、IT リーダーの大多数はパスキーに精通しているだけでなくパスキーが全体的なセキュリティ体制を向上させる手段であるとみなしています。ここういっったととがやはりファイアライアアランスにとって 2023年が変革の年であった。パスキーがその変革をリードしてきたということが言えます。ファイドの成功の一部は世界中の主要政府との継続的な関わりによるものでもあります。この地図でご覧いただけるように、ファイドアライアンスは世界中の政府と関わり続けています。現在、ファイドアライアンスにメンバーとして参加している10カ国の政府があります。そして、また米国からはシサがファイドをゴールドユーススタンダードをとして でユーザー認証の基準にしております。また860ダッシュ4こちらは ALL2 を満たすものとして来年リリースされる予定のガイドラインに含まれています。台湾では台湾ファイド が実装されています,すなわち、台湾の国民はさまざまな市民サービスにアクセスするためにパスキーサイン,インを活用することができます。そして、m y g o i t でオーストラリアでも同様のことが行っています。すなわち、e ティ市民サービスへのサインにサインパスキーサインを使って、ユーザビリティもセキュリティもパスワードでは誰も経験したことのないレベルでそれを体験しているのです。 さて重要なのはこういった進歩は基盤があるところから生まれているということです。何もないところから生まれてきたわけではありません。30年近くにわたる開発やテクニカル作業部会の貢献によるものです。そしてそれらの努力によって先ほど出,た出したようなデータが裏付けられています。そしてマーケットでのインネーブルメントにも同様の努力が傾けられています。 デザインやユーザーエクスペリエンスそしてデベロッパーとの関係とした形でツールとリソースを必要に応じて市場に提供していますそして我々のスコープディプロイメントを広げていますそして包括的なパスキーのリソースセンターというのを昨年提供しそしてそうしたことを提供していることを目的としますそして来年もそうした活動は続いていきます よりコンシューマーに対しましてソフィスプロバイダーに対しましての啓蒙というのを推進していきたいと思いますそしてまた規制機関やまたにも対しましてもその他の認証機関に対しましても含めてその導入の拡大をしていきたいと思いますまた認証されましたそのパスキーに関しましてパスワードだけではなくそのパスキーに対しましてそのパスワードを越す形をお,のお値段っています そして、我々の継続的なエンゲージメントその政府間かとの活動というのもさらに進めていきたいと思っています。そして、さまざまなリスク要因そしてまた攻撃に対してのスペースへの取り組みも続けております。また例えば 文書の申請の認証に関しましてのプログラムというのをリリースいたしましたそして生物的な認証ですとかそうした形でファイドにおきましてのオンボード IDOT の認証プログラムなどもこうした形で展開をしております FDO におきましてもこうした接続のデバイスに対しましての認証というのもユーザー認証と同じように進め続けて展開をしてまいりたいと思っておりますで最後 最後にいくつか強調させていただきます。そのファイドの認証の市場導入ということに関しましても引き続き続けてまいります。で、シンクパスキーが消費者向けのサービスでファイドの利用を加速させてきたと。 持っておりますこの重要性は高まっておりますそしてもちろん日本の日本コミュニティにおきましての貢献は重要,重要でございます非常に重要なハブの役割を果た,果たしていらっしゃいますそしてファイドジャパンワーキンググループからさまざまな貢献をしていただいておりますでまず今すぐ導入をしていただければと思います10年以上の進歩というのがファイドの中にはありません そして、さまざまな主要というのをそこで皆様方にぜひ使っていただきたいと思っております。多くのメンダー、ベンダーの方がファイドソリューションというのを支援しております。そして、ぜひそのリコメンデーションに引き続いて導入していただければと思います。ユーザーのエクスペリエンス、そしてまたそれぞれのセクターに特化したガイダンスというのもございます。本日はご参加ありがとうございます。 セミナーも通じまして皆様方とお話しできることを楽しみにしております。ごご清聴ありがとうございました